メーカーズ。ここは先ほどもちょっとスメルメーカーズ。うん、もういいんです。悪いクセやつら。クセやつら。ライフキング。というわけで今日は、大阪から来ているグループの4人をお迎えします。ですね。じゃあみんな、一人ずつ自己紹介をやってください。はい、グループのボーカルの神クロスです。おい、決まってどうする。いや気持ちよかったですね。お姉ちゃんね。気持ちいいねよ。ドラムのベルです。4人揃ってバーわけです。いらっしゃい。いらっしゃい。すっごい熱いよ、マジで。女性のこう体温が。ラブホテルみたいな気がする。この人いやらしい人よ。いやいや。で、あなたたち今度あれですね。はい。来たのは。これはいつ発売でしたっけ3月25日に発売されたんですね。ました3月29日は小池君の誕生日で、25日に発売されました。なるほど、これはこれですね、いわゆるこのアルバム。はい、これですね。そうです。ややこしいジャケットになってますけど、ややこしい、これ開け方がね。何枚目でしたっけこのアルバムね、2枚目、うん、1枚目は何でしたっけ。ライライその後にあれだよね、シングルが出たのね。あのアナログ版のレッドミオ、ね、レッドミオがあのおーはーいおーってやってるね。え、何やそれ、何やそれ。女子高生のびっくり。コンセプトアルバムっぽさは意識してるんですか。いや、そういう意識してるんですか。意識はしてないんですか。意識してるんですか。コンセプトアルバム意識してるんだ、ちゃんと。めちゃめちゃいい。で、コンセプトアルバムなのこれ。そう、意識してるって言ってる。遊園地。遊園地。あはー。あ、いいね、それね。俺もこの前セブ島行ってきましたよ。セブ島いいですよね、みんなで行こう、うん、番組で行かせてもらって。めちゃめちゃおもろいやん。番組で行きましょう、これね。これプロデューサー困ってますから。番組であのずっとスマイリーで行くセブ島。あれはね、セブ島は行けますよ。うん、あ、ね、それ貧乏、貧乏ですから、セブ島は。でもほんまにええと思うねん。っていうか、あなたが幸せになる。っていうか、連れて行かない、死ぬ。南の島に行きたい人、まずスイープ、まずBy the way, the beauty's only three years ago.
Now, Bimbo!